ファーガソンは、イギリス・バークシャー州のウォーキンガムに本拠を置き、住宅や企業、公共団体向けに、配管や暖房関連機器の卸売を行う、株式会社。アメリカ合衆国やイギリスを中心に事業を展開する。陶器場の本店はジャージーにある、ロンドン証券取引所上場企業。1887年、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州で、牧羊業を営み、 発明家であったフレデリック・ウーズレイが自らの発明した羊毛り取機の製造を事業化したウーズレイ羊毛り取機械会社をシドニーで設立したことに期限を有する。当時の卓越したビジネスマンであったウーズレイは羊毛り取機の需要が季節波動の大きいことを前提に初めから事業の多角化に乗り出し1889年に イギリスバーミンガムに会社を移転し、ウーズレイエンジニアリングリミテッドを設立、1894年に健康上の理由で、ウーズレイは一線を退くが、同社に勤務していたハーバート・オースチンが中心となり1896年に最初の自動車を製造、100台ほどを製造した後自動車部門はビッカーズに売却されるが、その後、ウーズレイの名を冠した自動車は、 最終的な人気を博するに至った。以降、農業機械と電気柵の製造を中心としていたが、1960年にニュー・ウェイ・ヒーティングを買収し、1965年にはグランビル・コントロールズヨークシャー・ヒーティング・サプライズを買収、配管、暖房排水器具メーカーとして成長する下地となった。1982年に、 アメリカ東海岸の配管ディストリビューターであるファーガソンエンタープライゼスインクを参加に収めることでアメリカ事業に進出イギリスアメリカ両国での買収が続いた後1992年にフランスの配管業者であるブラセットの買収を皮切りに大陸ヨーロッパ地域に進出した2000年に配管資材以外の事業を新聞に売却する一方2002年に オランダのセントラルヒーティング業者であるワスコを2003年にスイスの配管業者であるトボラーをそれぞれ買収し参加企業とした2011年にブラセットを35番に売却するが2012年にニューヨーク拠点の配管業者であるデイビスウォーショウィンクを買収しファーガソンエンタープライゼスと併合した2016年3月に参加としていた フランスの建築資材メーカーボイスマテアエを売却した。今日、グループとしての最大の市場は、ファーガソンのブランド名で事業を展開するアメリカとなり、住宅向け配管事業のアメリカ最大手に成長、イギリス事業の4倍以上の収益を上げるに至っている。2017年7月31日、グループ名をウーズレイ PLC からファーガソン PLC へと変更。 参加にファーガソンインクなどの子会社を置く形態となった。2018年3月、アメリカのローンスターファンドにデンマークの子会社スタークグループ A、S を売却した。アメリカ・イギリスのほかカナダとオランダにグループ会社を持つ。分野としては住宅向けが半数近くを占めている。ありがとうございます。